年内に民主党で考え方をまとめて、年度内にこの民主党の最低保障年金に関わる新しい年金制度についても法案を提出していただきたい。新しい年金制度の議論は、これはあの、政案にも書いてあります通り、また本会議でもご答弁をさせていただいた通りですね、2013年に法案を出す準備を加速をしていきたいというふうに思います。